はいどうも、光るマシュマロのマロです。さあ、ペーパーマリオ8話、もうこっからね、前回の7話でボスに負けてしまったんですが、ボスに負けてしまったんですが、ちょっとね、対策も何もないまんまだけど、もう一回このままボス戦挑んでいきたいと思います。まあボスなのかどうかも分かってないけどね。さあ、リベンジマッチやっていきたいと思います。この子に負けたんだよ前回で。そのロックオンされてる場所を通ったら、ああ魔法陣の光が消えてるね。うん、そうあそこのロックオンされてる場所を通ったらダメージを食らってしまうっていうところで、あと後ろからね叩いてやれば行ってくれるので、もうこのまま一番最初は後ろまで回れるから、そのまま殴るかオンにして手で押しちゃおっか。 OK。 さあ、神の手で さあ、これで爆発はしてくれるんだけど、まあでもこのダメージだけだから正直そんなに強くないんだよね。まあ強くないっていうか、叩けた方がある程度ダメージは稼げるよっていう状態だね。でこのピヨピヨなってる間は正面から叩いた方がいいのかな、横からでもいいのかな。ちょっと横から殴ってみよっか、ちょっと新しい挑戦で。で2倍とかは出てない、宝箱もないから、まあこんぐらいで、あアクションちょっともう1回増やしとくかかな。 OK、 今ハンマーでいきましょう。まあもったいないからマリオハンマーでいっか。11、オッケー。開いたフタの下が弱点っぽいね。おっとやばい、ガード忘れてた。正面のが食らうのかな、まあまあその辺は分かんないけど、まあとりあえずまたこうなった場合は後ろから叩いて暴発させればいいと。でここが、あー1個足んないんだ、なるほどね。ちょっとじゃあキャンセルにして、このままこういくから、2つだと足りない。こいつは、あこいついけるね。だとしたらこの子をこうして、あーまあ2回食らっちゃうけど、まあいっか。でこのまま殴っちゃおう、後ろから。 OK、 1発、よし OK。 でここは蓋を閉めるためだけの攻撃だから、全然マリオハンマーで、で蓋開いてるところの攻撃はキラハンマーでいこうかな。そう、3とか2しか食らわないんだよ。では暴発してくれて相当食らうんだけど、 OK。 で矢印をつなげろ。この空いてる状態の時だったら食らうから、もうこのままこれでよくて、で2発殴っとこうか。2発殴るのとか、ワンチャン行動をプラスにした状態でワンチャン手やってみる。ここでバンバン殴れるかもしんない。ちょっと一回これは賭けです。神の手でこのままボンボンボンって殴れないかな。蓋をつかめ。いやーこれは意味ないよ。なるほどね、手は蓋閉めるときしかダメなんだ。なるほど、これリロードされちゃうからね。あっ、ダメ、またガードし忘れた。リロードされちゃうもんね。後ろに回ってまたちょっと叩いて、だいぶ増えたな。横に行く。あでもこの3番目から回り込んでった方が早いってことは、オンにもなるから攻撃にして、こいつも縦にしてかな。で2倍か、2倍取っとこう、ハートにしよう。これでいいかな。でここで叩いて蓋閉めて、リロードを、リロード前にぶっ叩くと、次で2倍を使いたいよね。ここで暴発してくれるから OK。 ここで正面からのが効くのかな、まあ横からでもいいよね。これで横に行きました。あ2倍が消えました。
じゃあちょっと行動を1個多くしといて殴ってみようか。 OK でキラハンマーでいいかな。で手紙が取りたいのは相手がね第二形態になってからちょっと手紙で様子が見たい。どういうヒントをくれるのか。そこで死んだからね前回。15いいね、なかなか食らったよ。あとちょっとだね。だそろそろ第二形態来るんじゃない。やべガードのタイミングが合わんな。リロードされてそうだね、こっからね第二形態に。第二形態というか、まあ、必殺技かローリングスパイラルなんとかかんとかってですね。さあこれが後ろからやったところで閉まんなかったんですよ前回。だからもうなんなら正面行って正面から髪の手発動させるのもワンチャンありなのかなとは思う。一旦ここはまっすぐ行ってあと一回か。まあ一回ちょっと髪の手様子見てみよう。どうなんだろう、どういった行動がつかむ。あ突き刺す。うわすげえ。あやっぱできた、なるほどね。あこれラッシュタイムで終わりなわけだ。あ正面から掴むが正解だったわけね。ようやくクリアができました。まあ単純だったな。まさかデッサンも狂ったことがないこの完璧なミーがまさかやられるなんて。アートはアートはアートは爆発。頼むやめて、それはまずいんじゃない。あなんだ、いやあんぐらいの爆発だとさすがに吹っ飛ぶよね普通。さあ紙の手でこのテープをぐるぐるって回収するのかな。叩く、あ壊すんだ。おーなるほど。あ、赤のテープが消えたね。さああと4本ということは、まあ単純に少なく見積もってもあと4体敵がいるってことだね。4体プラスラスボス5体。コングラチュレーションズ、赤紙テープクリアしました。お、なんだなんだこれは、紙っぺらマックスアップ。ああこれは嬉しい、これは嬉しい。紙の量少なかったからね。やったね、マリオさんと私のおかげです。ちょっと大きくなってね。オリビア、まあ、あんま何もやってないんだけど君は。次の紙テープもどんどんいっちゃいたいです。次は何色のテープ、これ青色なんだよね。そう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 、あっちの。さあまあここ爆発した後ここもなんか出てきそうなもんだけど何も出てこないんだ。あそう、なんか見えるのかなこれ。10コインかかる。まあまあまあそうか。え？え？それだけ？動かないんだけど。ズームもクソも動かすことも何もできないんだけど。マジか。ボッタじゃん、ボッタ。うわーこんなに10コイン払っちゃったよ。あこっちもあるんだけど。てかキノピオ隠れてるっぽいね。おおすげえ。見てください見てください。おキノピオ救出率 100% になったね。じゃあ戻ろっか。まあ、キノピオも 100% になったことだしね。あ落書き全部消えたね。色鉛筆がいなくなったから消えちゃったのかなとちょっと残念かも。これ階段。おー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 、びっくりした。落ちても死なないんだ。まあ、100% になったからね。まあ、このままキノピオとかもいないわけだから出ちゃっていいと思うんだけど。塔から降りて見晴らし山がこれピンポンパンポン、なんですか。ピクニックロードにセンサー研究所がオープンしました。センサー研究所、あここなんかめくれそうだけど。センサー研究所、ピクニックロード、どこだったっけ。てかここ、まだいるね、どっかにキノピオが。ここか。
んだこれ。お、すげえ、めっちゃいた。うん、あ、わかった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 。そうだね、もうあの聖徳太子しか聞こえないよそれは。はい、めちゃくちゃ助けたな。これでも 100% にはなんないんだね、ここのフィールドは。さーてと、あ、ここよし、赤いテープが消えました。もみじ山行きロープウェイ運転再開ですと。さあ、もみじ山に行くためにはこれに乗るんだけど、ちょっと待って、ちょっとだけ待って、あのショップが向こうにもあるのかどうかはすごい知りたくて、向こうにショップがないのであれば帰ってショップを探したいんだよ。あ、違う、帰ってショップに寄りたいんだよ。一回寄ってから行こっか。ちょっと一旦帰ります。あの土管使ってね。そう、この1の土管使えばここに出てくるんだよ、キノピオタウンにね。で、これを使って新しく開放されたものをちょっといろいろ確認してこうか。